ます。さあ、12番手スタート、ゼッケン5番、田代正宏選手。はい、こちらは左手、右手、両方出てますよ。さあ、13番手スタート、さあ、41番、池本茂雄選手。はい、トリコロールカラーの綺麗なカラーリングです。14番手スタート、デートナレット、まぶしいシブロン、長澤選手。はい、ここも両手が出ます。さあ、これ7では、手で入れるのか7では。そして15番手スタート、さあ、悔しい思いをこのレースに見つけてください。7番、伊藤選手。はい。さあ、そしてガッチャーいますか。さあ、97号車、ガイシジ岩田選手。はい、こちらのメンバーが全員で、16名います。さあ、この16選手によって行われる7レースです。
ですね。フロントタイヤが当たったね、ちょっと。うん。これ、走るとしたらまたローリングで一回グリップついてって形になるんで、とりあえずここで大丈夫。はい。ご案内します。スーパーフレーカーズ暫定表彰を行います。玉の裏側の方にお願いします。いつもの暫定表彰の場所ですね。出演者の場合はですね、タワーの裏側の方に表彰台をかけてますので、そちらの方に、選手名をお配りください。暫定表彰をやります。タイスタートの方だったら、ローリング。4周終了時点では日比野選手トップ2番手田代、3番手27番の時藤、4番手が93番の菊川、そして、5番手が99番の古田、6番手が、そうですね、ここが15号車ですね。ちょっと順位の入れ替わりがあるところがありますね。6番手が長島で、7番手に小林という形ですね。96号車の小林が7番手、8番手が12号車今井、そして9番手長田、10番手、島川、11番手日本選手号車の田中、12番手72号車の脇田、これから13番手97番の岩田、14番手池本、15番手田代、そして、16番手伊藤というのが、実は4周終了した時点での順位ということになっています。ここから、おそらくローリングスタートという形で残り周回を消化していただくレースになると思うんですが、ピットスタートの場合はピットロードの方からの、スタート、特にコースアウトしてしまった車両を再スタートができる場合、コース中に並べなければ、このままピットロードからのスタートになります。正式な進行が決まります。まだお待ちください。それではですね、ここで正式にグリッドの方の調整を行います。4周終了した時点のグリッドになります。ドライバー集めますか？この後4台がコースに戻ってきますので、4周終了したらグリッドまで戻してあげてください。長田選手56号車は9番手になりますね。9番手、それから、10番手に14号車の島澤選手、10番手に島澤選手の、枠、それから11番手211号車の田中の選手になります。12番手が72
2号車の脇田選手、13番手が97号車岩田選手、14番手池本選手、15番手に5号車田代選手。
ね。